し、じゃあやっていくか。じゃあ、ちょっと待って、まずは、それでは、己は絶対に許さん、全員必ず地獄に送ったるで、ということで、戦闘からなんですけど、いや、多いなめちゃめちゃ多いな。よし、もうなんか誰が生き残ってて誰が死んだのかもう分かんないぐらい多いな。いてててててて、ちょっとタコ殴りしないで。もうみんな先だってんね。いてててててて、いてててて、いかん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 、いてててて、いてててて、よし、よしよしよし、お、ないないないね、ん、あ、なんか強いの出てきた。え、動ける系のおデブちゃんか。いてててて、よし、巻き込んだるで。よし、よし、あとこいつだけ。よし、いけ、おほ、いけ、これ倒しただろう。ブー、オッケー。で、誠がね、撃たれちゃったんだよね。取引を持ちかけたら。まあ、まだ右脇腹だから。おい、マコト、聞こえるか、しっかりせ。あれ、ん、誰だ、あ、セラさんかな。おい、杖ついてるけど。俺が分からんのか、返事せえや、マコト。ごめん、マコト、私だけじゃ何もできなかった。また新たに迷惑。もう喋らんで。お願い、愛だね。いや、もう愛だね。下の組を三つ、うん、私の前に並べてください。堂島組長。それが殻の一つをお譲りする条件です。可愛い子分の首で土地を買えと。俺がその条件を飲むと思うのか、お嬢さん。あなたが条件を飲まなければ、それはそれで構いません。その時は他の方に土地を売るだけです。なるほど。ただ俺が思うにだ、あの殻の一つぼって土地は少し過大評価されすぎている。ほう。血まなこになってなってるくせによ。あの一つぼは周りの地上げが相当進んだ時に偶然見つかった土地だ。町のど真ん中にあんな端切れの土地があるなんてことは、お役所でさえ気づいてなかった。それが、そのまま知らなかったことにして、
再開発計画を進めることもできる。うわ、来たな。だが再開発が進んだ後になってあの土地の所有権を主張されるとまずい。裁判でも起こされりゃ大事だ。再開発は白紙になる可能性も高い。でも逆に言えば土地の所有者が妙に騒ぎ立てさえしなけりゃ役人もヤクザも困りゃしねえってことだ。ほう、あ、それで言ったのね。この土地の相続権持ってんのはもうこの世にあんた一人しかいない。権利関係調べ上げたがようやくその裏が取れた。女子供だろうがヤクザを舐めちゃいけねえな。あーで、真島さんがその時に来たんだね。私は本当にバカで世間知らずだから、殻の一壺があればうまくやれるって、私にはそれしかないから。わかった、もうええ、セラさん。何があった？撃たれてる。すぐに運べ。この人を知らせるな。彼の一つも譲るんだったらこの人に譲りたいよね、セラさん。って思いませんか、皆さん。安心しろ。お前も来い。あの子を助けたかったら、今俺を信用しろ。それともお前一人で女を助けられるか。信用していい人の一人かも、セラさんは。あ、ああ、マコト、おい、聞こえるか。死んだ、死ぬんやない。もうあれや、もう手術に立ち会う旦那さんやん、ムーブがもう奥さんのって思うんだけど。ああ。少しでも何でもお前の望みを俺が叶えとるから。せやから頼む。あ、終わった！ 16 章。え、じゃあなんかまた気になるところで終わるな、このゲームはさ。ちょっと次キリュウちゃんかな。キリュウ編も気になるんだよな。結局、ニシキとは会ったけど、キリュウちゃんと会えなかったからね。この、マコトがいなくなった間、キリュウちゃんは何をしてたのかっていう話なんですけれども、そこが書かれるのかな、次キリュウ編やるとしたら。はい。あ、でもね、まじまちゃんしばらく続いたもんね、話ね。ちょっと休んでもろて。じゃあ行くか。前回までのあらすじ。東条界最強と言われる堂島組が独占を狙う巨大な利権。ほんとこれかわいそう。あ、小田。こいつクズだったけどな、小田。その鍵を握る殻の一壺の所有者、牧村誠は橘の生き別れの妹だった。極道たちは特殊な生い立ちを持つ兄と妹に情け容赦なく牙を向く。もうここ本当に辛い、見られんもん。殺された兄の復讐を誓った誠もまた堂島組の教団に倒れ、暴力の闇に飲まれていった。
かし、カムロ町が今まさに堂島の支配下に置かれようというこの日、極道の掟から外れた二人の男がそれぞれの思いを胸に伝説の幕を開けようとしていた。あー、最終章来た、白と黒。あー、終わるのか。あー、ついに最後まで来たよ。あ、ないない、真島さんからスタート。いつまでかかっとるんや。終わったんか、手術はどないやった。かわいいね。失礼ですが、あなたは看護師さん。あの子をここに連れてきたもんや。大丈夫、手術は成功です。よかった。ただ、はい、まだ意識が戻ってません。もしかしたらこのまま目を覚まさないかもしれません。何やと。という状況よ、セラさん。あ、セラさん。セラ、真島、牧村誠の場所を移す。ここは危険だ。堂島組に彼女が生きていることが知れれば、間違いなくとどめを刺しに来る。そうだね。守りきれん。せやったらどこへ。少なくともここよりは安全な場所だ。先生にも付き添ってもらう。お前も一緒に来るか。俺があの子のそばでできることはもう何もないやろ。セラ、誠を頼む。俺にはあの子の代わりにやらなあかんことがある。うん、これ以上あの子を黒の世界に踏み込ませたらあかんのや。堂島組がおる限り、あの子は意識が戻ったとしてもまた狙われる。せやから俺が全部しまいにしたる。お前まさか堂島と差し違えるとでも言うのか。先生もあの子を頼むで。なんとか手尽くしてあいつの目を覚ましたってくれや。ジョイさんなのか。綺麗だね、お医者さんね。セラさんの女だったりしない？マジマ。あー、ちょっと、もうこれも愛なんだよな、マジマさんなりのな。堂島組事務所。神室町再開発計画。今までさんざ空の一粒に足引っ張られたが、ようやく本格的に役人が動き出すことになった。渋沢、てめえの手柄だ。いや、これからは渋沢を頭って呼ばなきゃいけねえわ。その前にまだやることがあるでしょう。何の話だ。風間組の始末です。立花不動産、日京連、奴らの陰で糸引いてたのは風間の頭ですから。堂島を裏切ったけじめはきっちりつけねえと示しがつきません。おお。無所にいる風間の頭を消すってことかい。そんな中途半端なやり方じゃてっぺんなんか取れねえよ。なんか強気やん。ズブの素人だな。めっちゃ言うのとる。なんだその口の利き方。まあもう上司ですからね。
狭間組の息のかかったもんは全員だ。連中を登場会からきれいさっぱり消さねえ限り、キリュウみたいな跳ねっかりがまた出てくる。ほら、徹底的にやらせてもらいますよ、親父。今度の若頭は血の気が多いぜ。もうインテリヤクザって印象でしたけどもね、やっぱりいろいろ出してきたな渋沢さんな。あ、キルちゃん。あ、ここにいたのか、キリュウ、錦、牧村誠。まだ見つからねえ。アジア外の連中にも手貸してもらってるが、今んとこ手がかりもなしだ。そうか。なあ、キリュウ、お前、真島五郎って男を知ってるか？ああ、名前だけは聞いたことがある。あ、そうなんだ。そいつがどうかしたのか？そいつも彼女を探してる。風間組の事務所に押し入って柏木さんを一人で叩きのめしたらしい。やりましたよ。あの柏木さん？真島はその後俺んとこにも来た。やられたのか、お前？はっきり言って歯が立たなかったよ。いや、結構強かったよ錦。そんなやつか。誠を探してるのか？ただその真島は堂島組とは別で動いてる。あいつは誠を守ろうとしてるようだった。敵じゃないのかもしれねえ。だからといって仲間とは限らねえ。とにかく誠を見つけねえことには何も分からねえままだ。死んだ立場のためにも彼女だけは何としても守りて。そうだな。何？知らねえ番号だ。誰かだ。折り返し電話かけてみるか。知らねえ番号だ。誰からだ。誰から？このタイミングで一体誰からだ。罠かもしれないが、誠の行方もわからない今、ここでただ時間が過ぎるのを待ってるわけにもいかない。ポケ部屋の相手確かめてみるか。近くには公衆電話がないか探してみよう。はーい、よし。あ、なんかめちゃる。ごめんって。気をつけろよ。ごめん、わざとじゃないのよ錦。ちなみにお金、あ、1億あるな。ちょっと能力強化すっかね。チンピラ、なんか攻撃力アップない？攻撃力アップ、もうなんかさ、もう私基本的に四角か三角しか押さないからさ。最大体力アップ1億3000。あ、あった。あ、1億円。あ、そうそう、私このためにお金を貯めてたんだよ、攻撃力アップのために。イエーイ、オッケー、よし。じゃあちょっと公衆電話に電話かけて今回終わりにしようかなって思います。おい、何錦？そう、今ね、誠ちゃん、セラにね預けてるっていう状況は。そっか、知らないのか。でもあれだよね、なんか合わないね、ほんとね。お互い名前は知ってんのにな。まあ、今あれか、セラがパイプ予約になってんのかな、キリュウちゃんと真島さんの。だからきっとまたね、キリュウちゃんの目の前に現れると思うんだけどね。何、名無しって遅れ。あ、マゾヒストおじさん。なんかマゾおじさんって龍が如くセブンでおったな。同じかな。さあ、早く公衆の面前で私を罵っておくれ。何かと思えば SM クラブの客か。こんな人通りの多い場所でのプレイは正直勘弁してほしいぜ。それじゃあ、このおじさん、はい、続けて、このエッチ、もっと魂を込めてまた来てください。このお客さん、いい子じゃん。この子、ダメダメ、全然ダメだよ、はやちゃん。プレイの時もダメだったけど、まさか見送りの時までそんな感じだとは。
とどこがいけなかったんでしょうか。まず最初は罵り文句がおじさんだったね。おじさんがおじさんって呼ばれるの普通だよね。そうですね。次にエッチってもんね、五感が可愛すぎ。それにこんな店に来る客はみんな当然エッチでしょ。周知の事実を言われても快楽を得られないよ。はい。しかも最後また来てくださいお客さんって、もうそれ普通に接客だよ。全然それも関係ないよ。申し訳ありません。まやちゃんは女王様なんだから、そもそも謝っちゃダメだよ。うのしり以外は僕の好みどストライクなんだけど、このままじゃ厳しいな。次もダメだったら他の子を指名。あゆちゃん、SM も大変だな、泣いてるようで。いや、ストーリーやります。じゃあゆちゃんかわいそうだけど、ちょっとどこだ公衆電話。あったあったあった。ポケベル鳴らされてたの。相手が誰かわからねえが、かけてみるか。どなたでしょう。セラさんだ、やっぱり。ああ、そっちは。日教連のセラだ。セラさん、あなただったんですか。立花社長のことは聞いた。堂島組にやられたってな。俺は今アジア街の陳さんの店に来ている。あ、陳さん。お前と差しで話がしたい。すぐに来られるか。何の話です。会ってから話す。会ってから話す。気をつけてこい。堂島組は今もお前を探してるぞ。セラもカモル町に来ていたのか。とにかくアジア街に行ってみよう。はい、じゃあ今回ここまでにしておこうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。